始まりました。ただの秋鳥のハエバルバンバン106回目。106回目もよろしくお願いします。僕ハエバル町出身でハエバル中学校に通ってたんですね。でそして、高校が、首里の首里高校ってあるんですけど、首里高校に通ってたんです。ハエバル中学校から、卒業首里高校で、もう1年生2年生の頃自転車で行ってましたからね。自転車でハエバル出て、で坂ですから、結構な坂ですから、オーナーのガジュマルが昔あったテルキナ商店の右から入って、そこから急坂登って、あのウフカクザの本当にこれぞ急坂っていうところを自転車登ってたんですよ。かなり鍛えられましたけども、まあ、そういった あの時頑張ってたなーって。で3年の頃は受験があるので、親に送ってもらったり、あとバス通学したりとか、まあ、いろんな思い出が出てくるんですが、でその、首里高校が、先週ですね、交流会同窓会をやるという情報が入ってきまして、なんか毎年やってるみたいなんですけど、首里高校って幼衆同窓会っていう同窓会に入るんですね。全員首里高校生は卒業すると幼衆、養う、優秀の衆ですね、あれ秀でるかな、養う秀でる、同窓会、幼衆同窓会っていうのにも入るんです。で、まあ、年会費とかもあって、でその幼衆同窓会の大交流会、なんか総会もあって、夕方から総会が始まって、夜は大交流会ですみたいな、皆さん参加していいやつですみたいなのがあって、それを3日前に知って毎年やってるの知らなかったんですね。こういうのあったんだ、こういう大交流会とかあったんだと思って、たまたま、同級生の SNS で見つけて、でそれで、同級生に連絡して、これってどうやって予約制かなとかで予約して行ってきたんですけども、いやーすごかったですね、幼衆同窓会。僕が65期なんですよ。65期で、もう何年前だ、何年前だあれ、15、6年前ぐらいかな。で65期なんで、今70、80期とかなのかな、まあちょっと計算、細かい計算わかんないですけど、僕が65期で、でいろんな方、いろんな先輩方がたくさんいるわけですよ、この同窓会。ダブルツリーで、ダブルツリーバイヒルトンのホテルの、宴会場でやったんですけども、もう先輩方、僕65期で今年33ですけど、先輩方はもう上が70代とかいて、うわ本当に幅広い層の先輩たちがいるなっていう。で下が一番若い人と出会ったのが、8個下でしたね。8個下の、人がいて、本当にいろんな人がいて、で、司会が、島袋彩子さん、 FEC でも業務提携をしているんですけどもね、フリーですかね、今アナウンサーの島袋彩子さんが司会進行をやっておりまして、でも大盛り上がりで、首里高の今現役の、吹奏楽部の吹奏楽で演奏だったり、ヤンクマンとかね、もういろんな世代誰でも分かるヤンクマンとかね、いろんなやってました。鉄腕アトムとかね、吹奏楽部でやって、でその後だ現役ダンス部によるダンス、そして僕の時代なかったんですけども、演劇部による演劇とかねあって、でまあこの機にですね、まあいろいろ交流を持とう、先輩たちと交流を持とうということで、僕もね名刺をたくさん持って、僕はただの秋典っていう名刺持ってますんで、まあいろんな人に顔を売ろうということで、もう近そうな、年齢が近そうな人から、まあ、近い人って言っても、30代とかはあんま15人ぐらいしかいなかった、15もいなかったかな、10名ぐらいで、あとは40代もそんなにいないんですよ。40代いたか、30人40人ぐらいいて、あとはもうすごい大先輩方ですよ、が集まって、いろいろこれからも交流深めていきましょうみたいなあって、でそれで女性の方から話しかけられまして、僕ね、まあ、いろいろ話するんです。あ、ここで働いてるんですねとか、あそこの、あ、与那原のとか、あ、大里のとか、あ、ハエバルですかとか、あ、首里、やっぱずっと首里にいるんですねとか、いろんな、本当にいろんな人いるんです。大体、まあ、先生もいれば、もう代表取締役になってる人もいるし、
ういろんな人がいる中で、女性の方から声かけられまして、あ、もしかしてなんか年齢近いですかみたいな、もしかしたらちょっと同級生ではないけどなんか近い、何期ですかみたいな、なんか何期ですみたいな、第何期ですかみたいな聞かれて、あ、僕65期ですっつったら、あ、65期あ18違いますね、じゃあ全然ですねって、僕18上の人と年齢近いと思われてて、あすみません、あもうごめんなさい、もう全然違いますねみたいな、僕どうですね、上に見られる人生でしたよ。もう本当に中学校の頃、高校の時からね、学生の頃からも常に上に見られるような人間でしたが、18上は初めてですね。18上に見られたのはね。ってことはもうこの方、女性の方だってもう50近いってことですよね、僕の18上ですから、そんな方に、あ、もしかして近いですかみたいな学年近いんじゃないみたいな感じだったら全然違いましたね。あれはちょっとさすがにショッキングな出来事でしたけども、あ、いや僕あ65期もペーペーなんです、全然もう本当はもうすいませんみたいな感じでやりましたけどね。いやー楽しかった。あとあれですよ、ラジオ沖縄で言うと森田さん、今相談役になってるのかな、森田明さんもう いらっしゃって、あーどうもみたいな、あ、君も首里校だったんだね、あーそうなんですって言ってね、乾杯してね、しっかり宴会場ですから、立食で、バイキング形式で、で、ビール瓶もたくさんあってから、もうそれもうすぐポンポンポンって開けてね、もう次合いですよ。ビールの次合い。僕も、もう先輩方しかいないんで、あ、はいはい、どうぞ、さあ、すみませんって言って、じゃあ僕も、じゃあ着きますっていう。なんかサラリーマンっぽいなぁと思って、芸人あんまこんな機会ないですからね、ビール瓶を継ぎ合うみたいな感じのないですから、あーなんかサラリーマンっぽいなーと思いながら、社会人っぽいなーっていう感じのもやりつつね、楽しかったですね。またぜひ行きたいです。大工意外と安かったし、あ、この自分のお家から首里のダブルツリーって意外と思ってたよりかからないんだなみたいな、もう飲むか飲まないか考えたんですよ、どうしよう、あービール出るんだ、お酒出るんだみたいな、あー一回大工の名刺、前もらった大工の名刺見て、で、Google マップで、家まで何キロだから、大丈夫だ。1000ちょい、あ、2000いかないぐらいでいける、みたいなのを確信持って、せっかくのこういうね、そのね、大事な場ですから、お酒もね、フレーコーで飲みたいなっていうので飲みましたけど、ね、よかった。で、問題がですよ。問題っていうか、大変っていうか、ちょっと、すごい申し訳ない気持ちだったのが、この陽州同窓会大交流会が終わるとですね、出ます、出て、宴会場から出たところで、高校生のみんながね並んでるわけですよ、一列になって、あの花道みたいな感じで並んでて、あ何かなと思ったら、最初ダンス部がいて、ダンス部のみんながなんか箱持ってるわけですよ、ダンス部の数名が箱を持ってよろしくお願いします、ご協力よろしくお願いしますって、なんか資金造成ですかね、なんかそれのあれがありまして、で僕その日も本当にこの会費、この宴会、この交流会も安かった、3000円で安いし、あこんなダブル釣りで3000円でいけるんだっていうのもね、それも知り合いのこの同級生、この会を知った同級生に、あこういうのあるんだ、行ってみたいけど、あでもどんな雰囲気かな、わからんな、どうしようかな、迷うなみたいなを伝えて、そしたらその同級生が、あじゃあ取り分の俺チケット持ってるから、ちょ自分の持ち回りのチケットあるから、今回特別に2000円で1000円割引で譲るよって言って、マジでいいのって言って、これ作戦勝ちですよね、すぐあれ行きたいんだけどチケットあるって言ったら多分3000円だったと思うんですよ。そこでいや行きたいんだけどさ、初めて行くからさ、え行ったことある、あ毎年行ってるんだ、あほらちょっと雰囲気分からなくてどうしようかな、いいの1000円引きいいのっていう、やり取りもしたんです。でそれでそこで抑えて、どうにかね、なかなかね、こういう会でのね お金ってそこまでね自分の資金繰りできないから、あそれで抑えて、で飲むってなって、飲む時も代行代を調べて、あギリギリ財布大丈夫だ、
今日の持ち分、あ、まあ明日ちょっと我慢すればいいかみたいな感じでね、楽しんだわけですよ。そこで出たらまさかのよろしくお願いしますがあったんで、でも渡したくてもないわけです。財布にも、もうあの代行代はありますよ、代行代、これでも代行代渡しちゃったら帰れないですからね。ご協力よろしくお願いしますって時も、あ、すみません、ちょっと、あ、トイレ行きましょうね、トイレ行きましょうねって言って、あ、すみません、トイレ行きますって言いながらちょっと帰るっていう、もう本当申し訳ない、恥ずかしいですよ、ただ ないから。で、あ、申し訳ないって言って、ダンス部を過ぎると次演劇部のみんながまた箱持ってるわけですよ。よろしくお願いします、しかも演劇部なんでね、声もしっかりよろしくお願いしますみたいな、なんかすごい声も通るわけですよ。で、通るとき、まあ、ごめんなさい、トイレ行きましょう、トイレ行きましょうねーっつって。ね。で、そして、今度は、大人の方に呼ばれて、まだまだ出口は遠いですよ。ダブルツリーの、本物の出口。宴会場から出口までの廊下ですよ。よく次、大人の方に、あ、すみませんと、こちら、資料、これ、もらえるので、もらってください、みたいな。資料、なんか、首里高校の歴史、みたいな。これももらえますよみたいな、あ、これもらえるんですか、あ、ありがとうございますって取ろうとしたら、で、それもらったら寄付お願いしますねみたいな、それもらうって言うのかなみたいな、もらえるんですねって、はい、そうです、その際にはですね、こちら寄付の方お願いします、これっていいようだな、統治法もいいもんだと、なんちゅう統治法だと寄付の統治法あー、そうなんですね、あー、すいません、ちょっとね、首里高校の歴史本当に知りたいんですけども、もうここちょっと僕ね、本当はそんなことないんですが、その時ばっかりはどうにかね、口実を立てようということで、あ、ごめんなさい、僕妻に財布握られてまして、妻に財布握られてて、僕の判断ではちょっとすぐ渡せないんですよみたいなことを言って、相手は大人だから、学生には、すみません、あ、トイレ行きますと言って、今度は、あ、大人、だんだんね、だんだん、年齢層上がってきたから、あ、ごめんなさい、ちょっと、妻に財布握られてまして、っていう話をして、スーって。皆さんに申し訳ない。ね。だって初めてだから。初めての交流会の参加で、どういう人がいるのかとか、どういう感じなのかもわからない、ゼロの状態で行きましたからね。うん。これちょっともう本当に、今年ばっかりはね。だから、来年、まあ、これ毎年あるみたいなので、来年しっかり ねやっていきたいなと思ってます。しっかり来年はこの同級生、僕のチケット譲ってくれた同級生にもお試し価格じゃなくてしっかり3000円払うし、出た時のダンス部のお願いしますにも、はいよ、はいどうぞ、演劇部のお願いします、おいいね、はいどうぞってね、ピラ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 シュッシュッとね、札をね、ピラピラピラと、あ、いい、あ、これ、冊子もらえるんですか、ああ、じゃあいただきます。寄付が必要なんですね。あ、いいですよ、寄付ってね、できるように、今から1年かけて、僕、貯金したいと思いますんで、はい、この交流会の会費貯金と、お願いします貯金、お願いします貯金をちょっとやろうかなと思ってますんでね、やっぱ後輩のために、自分の後輩のため、そして自分の母校の歴史を知るための、貯金をしていきたいなと思ってますんでね。いや、本当に楽しかったです。で、やっぱりこう、大人になって、もう33ですから、いろんな、いろんな人、この、同じ卒業生のいろんな人と交流することって大事だと思いますんで、また今年からね、毎年参加できたらいいなと思ってます。あ、もう、ゆくゆくはね、ゆくゆくは司会とか、今回島袋彩子さんで、去年が、オリジンリルのしんとすけだったみたいなんでね、まあいつか僕も司会させてもらえたらなと思っております。はい、ただのあきのりのハイバルバンバン、この番組はラジオ沖縄の社税でもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハイバル町について面白い情報や話題などを発信していこうという番組となっております。このはた、はたのあきのりって畑野元宏みたいに言いそうになりましたけど、この畑野明則、ハエバル町の観光大使にも任命されておりますので、ハエバル町のことなら何でも聞いてください。よろしくお願いします。そして、この番組では、X でのポストもお待ちしております。X2Twitter ですね。2Twitter でのつぶやきもお願いします。ハッシュタグつけて、カタカナでバルバンでお待ちしてます。ではでは、ちょっと時間も長くなってますが、紹介したいと思います。
ハッシュタグバルワン、川崎のしおんさん、子供向けのミュージカルに行っても、あ、そうそう、前回ね、あのミッフィーのミュージカルを見に行ったんですよ、家族でっていうやつね。子供向けのミュージカルに行ってもまず見るのが舞台装置とは、さすがショーマンの秋典さん、職業病だね。見ちゃいますね。あ、今回の首里校のこの同窓会の舞台も見ましたね。見たけど、まあ別にそこはなんか、なんていうのか、見せる場というよりかはね、ちょっと余興みたいな感じだったので、そこまで凝った演出はなかったから、まあ、特にそっか、見るところはなかったですね。ただただ、学生演劇部の声の張り方がすごいと。え、学生でここまで声張れるってすごいぞと。なかなか今芸人でももう全然超えてるんじゃないかっていうぐらい、声しっかり通ってたし、吹奏楽部のね、皆さんの動き、パフォーマンスも素晴らしかったからっていう演出部分、本人のこのパーソナルの部分とかは見ちゃいましたね、今回は。技術というよりかはねまあ何かしら考えてんだなっていう話ですよね。うん。続いて川崎のしおんさん、お、 GPT-4 オムニカの話もカバーしてるのか、楽しみだ。あ、そうですね、この後お話ししますのでね。はい。川崎のしおんさん、スポンサーになってほしい人の個人名をボソッとつぶやかないでくださいな。あー、なんでしたっけ。そうそうね、やっぱりね、スポンサーがいるとね、地上波とかでもできますからね。ロアジロホテルの石川さんみたいなね、なんかそんな感じでしたよね。あ、ね、何、今後もしかしたら地上波できればいいなと思ってますんで、皆さん応援よろしくお願いします。続いて、チベット400さん、ありがとうございます。ロアジエルに知り合いがいるから番組スポンサーどうねって聞いてみようね。え、マジっすか。え、ほんと、ぜひ。あ、待って、その次にチベット400さん、またまたつぶやき、秋典さん残念、ロアジエルは花々天国のスポンサーやってるから無理って。これ本当に聞いたってことですかね、しっかり知り合いに、そういう人に。なんかも、申し訳ない、わざわざ。いや、いいですよ、チベット400さん、僕の実力不足だし、そこはね、またもっとしっかりね、スポンサーやりたいなって思わせるような放送を作っていきますんでね。どん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 声が小さくなっていく。どんどん今自分でもびっくりするぐらい、なんかデクレッシェンドかなみたいな、音楽記号のデクレッシェンドかなぐらいの感じで、シューンって声が小さくなっていきましたけども、はい、これからもよろしくお願いします。ラスト、ハッシュタグバルバン、トモブンさん、こちらハエバル議会報告会、あ、ヨヘイが話してたやつですね、あのイオンでやったやつ、議会報告会。ぶっちゃけ市町村議員さんって普段何してるかわからないし、もっとこんな活動してますよとか、取り組んでるのはこれですよとか発信するべきかもね。笑顔のポスターだけでは人間性も何もわからないしさ。そうですね、こういう議会報告会をもうずっと、まあ、随時ねやってほしいですし、定期的にやってもらって、でそのやり方ですね、なんか川崎のしおんさんもつぶやいてもらってますけども、やっぱショッピングモールという場で、オープンに開催するのは、まあ一つのいいやり方だと思うなと思うところもありますが、あの議会報告会と聞いて行きたくはならないのが正直なところとか、ただ漢字がね羅列されて何やってんだろうみたいな感じもありますので、そこは僕もアイデアを出しつつ、傭兵に伝えつつ、傭兵もなんかとかフィードバックしてもらって、なんかいろいろ良くしたいですよね。だってみんながね、この街を良くしようっていうところで本当にいいことしかやってないですから、そこをどうよく伝えるかだと思いますんで、はい。トモブンさん、チベット400さん、川崎のしおんさん、ありがとうございます。引き続き、皆様からのポストもお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。ではでは、後半はいつものように同級生の傭兵とおしゃべりしております。今回はチベットじゃない、間違えた、チャット GPT、 チベット400さん見すぎて今、チベット GPT じゃなくて、チャット GPT4 オムニについてお話ししております。今回もすごいですよ。それではお聞きください、どうぞ。ヘバルバンバン。
はい、今回も陽平よろしくお願いします。お願いします。陽平は僕の同級生で、はい、灰原町宮城出身、はい、そして灰原町議会議員をやっていて、はい、塾講師もやっていると。そうです。あとあれ何でしたっけ、ん、あのチリ市におばあが小銭包んでくれたでしたっけなんか懐かしくなるね。そう、あのチリ市にね、チリ市っていうよね、おばあね。お母に言うなよ。お母さん内緒だよ。お母さんチリシにね、チリシに小銭包んでからね。でも大体お母わかるわけよね。わかる、わかるけど、まあ、これありがたいよねっていうね。あなた違うよ、地域音楽コーディネーター。あー、地域音楽コーディネーター。地域音楽コーディネーター。チリシにおばあが小銭包んでくれた違います。あ、じゃないですね。違います。あ、でも商店行ってからね、うん、アイス買ってからね、帳面ご若いなさいってね。懐かしい。帳面だよって言って違うんですよ、はい、今回は何の話しましょう。前もね話したんですけど、はい、またチャット GPT の話をね。チャット GPT、 もう飽きたかな。 G と P と T ね、もう飽きたかな。うん、ちょっとあのこのなん、あのポッドキャストとか載せるとき間違っちゃって、うんうん、俺が GTP とか GTP って書いちゃって GDP っていう人もいるよ。あ、 GDP もねよくやる、国内総生産。そう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 、 GPT ね、チャット GPT。 何の略これ、何だったかな。いや、なんか調べたんだけど、汎用性のあるなんちゃらなんちゃらみたいな略なんだけど、うん、あかん忘れた。あGPT、 P ね、最初、そうそうそう、次 P ね、GPT。 あ、はい、まあ、この講座もやったんですよ我々、うん、あのコードフォアハイバルとして、うん、チャット GPT 便利だよって言ってるけど、うん、具体的にどう使っていいか分かんないじゃん、うん、どんな質問の仕方するのとかね、うん、どうやったらうまいの返ってくるのとか、うん、っていうことの、まあ、講座をやりましたっていうのと、でその後でちょうど今収録してるのは何日、5月の20日、20日、1週間ぐらい前にね、新しく4オムニっていうのができたんですよ。4オムニ、前まではチャット GPT4、 前紹介したの4だよね。3よりも4がすごいねと。そうそうそう、4に質問したら何でも返してくれる。あ、いい感じだよと。調べた上でいっぱい、ね、返してくれるねっていうの、そう、が4オムニっていう新しいバージョンに先週変わったんですよ。4オムニ、そう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 、なの名前よって感じだけどね。オムニってオムニバスのオムニとか、オムニチャンネルとか、まあ、いろんなところにみたいなニュアンスだったんじゃないかな。へえ、それが なんかすごいの。そう、新しい版でも進化がね、うん、やばいやばい。もうほとんど何でもこっちの満足いくレベルで返してくれるようになった。4と4オムニだったら、うん、結構もう差は開いたってこと。もうかなりあると思う。4はあ結構便利だねぐらいだったんだけど、4オムニはめっちゃこれ優秀だな、死に使えるなみたいな。感動する。そう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 、もう余裕で業務に使える。へえ、体感、自分が10年専門でやってきたところのその領域に近いようなものをどんどん返してくれる。あ、そういう専門職とか職業の、そうそうそう、まあ、中堅クラスとかベテランクラスが、そうそう、やってきたから知ってる知識とかノウハウとかを本当に数秒で返してくれるわけ。うわ、やばいさ。やばいよ。どうなってんのそれ、どういうこともうね、誰がいる中身に誰がいるのこれ本当に全いろんな分野でそのレベルで返してくるからさ、おやばいっす。語彙が失われるぐらいやばいっす。じゃあもう何聞いても返してくれるか。そう本当にもう、しかも早くもなったわけさ、返してくれるのも、前でも早かったけどね、もっと早くなった。パパ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 ってどんどん返してくれる。例えばどんなの、うん、今だったら自分塾の先生してるさね、うんうん、前までだったら生徒一人一人と1時間ぐらい話して進路の情報とか一緒に出してたんだけど、うん、もう自分が喋る必要が完全なくなって、おうおう、パソコンに質問したらいいよってできるようになってるわけ。おオムニーに、そうそうそう、オムニーに、そうそうオムニーにちょっと相談した方がいいよってそうそうそう、そしたら分かるよって。本当にその子供たちがなんていうか、本当にふわっとした質問、うん、経営学って何とかぐらいでも本当にもうめっちゃ詳細に説明してくれるし、でこれもっと詳しくって言ったらこれももっと詳しくまた出してくれたり、うん、もっと優しく喋ってとか具体例出してとか、うん、エピソード出してとか全部出してくれるわけ、うん、じゃあ先生いらずだ、本当に本当に、やばいさ。でチャット GPT の、 この海外の、うん、アメリカからこう来てるからさ、うん、そのアメリカの、まあ、英語で解説があるんだけど、その動画の中でも、うん、iPad をチャット GPT とつなぎながら、うん、算数の問題解いてる子供の写真、この動画があって、うん、これどうやって解くのって言ったらチャット GPT が、うん、これはこの部分が角度なんとかなので、うん、まずは向かい合うところの角度を考えてみましょうとか教えてくれる。人さ、そうそうそう、人が隣にいるかのように、もう家庭教師だわけよ。やば。
で感情表現もしてくれるようになって、感情表現音声も対応してくれるようになって、感情表現オムニーがよりオムニーがよ、オムニーが人間っぽくなりましたって話をして、人間っぽくない、誰がこれ、誰がこの開発者、そうそう、開発者がよりそこに意識しましたって言ってて、だから、まあ、今自分たちが日本語でやったら、うん、ちょっとまだ違和感はあるけど、あの外国人が英語頑張って喋ってるみたいな感じになるんだけど、はい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 、でもこの、まあ、出てからさ、うん、一昨年の11月とかだからさ、うん、1年2年でボン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 変わって、今3つ目のパワーアップさ、ね、3つ目のバージョンアップ、うん、ってことは半年後とか1年後くらいにまたもう1回バージョンアップするしそうさ、うんうん、しそうだねこれね。そうすると多分音声でもペラペラな感じに多分なるわけよ、うん、で日本語でもしかも感情表現できる、感情表現ができる AI がやばいよね、怖いね。おじいおばあでもできるわけ、おじおばあの普段の話し相手にもなるかもしれないし、時のりの子供たちに、うん、あのアンパンマンの後ろぐらいになんかこうチャット GPT を入れるようなスマホ差しといて、差しといて、お前アンパンマンとして喋れなってチャット GPT に言ってそうそうそう、こいつオムニーにお前アンパンマン役させて、お前はアンパンマンだよって言って命吹き込んで、このぬいぐるみに命吹き込んで、じゃあ子供と遊ばせられるわけよ。やば、怖っ。アンパンマンだよ、今日保育園でどんなことしたのとかって聞かせられる可能性も全然あるわけ。アンパンマンとして子供と接する、そう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 、すごっ。音声でできるってことは入力いらんから、チビだろうがおじおばだろうが誰でもできるようになるわけじゃん、っていう状態にもほぼなってきてるわけ。すごい、やばいよね、やばい。で俺が出てきたの一昨年だから、もう2年でその状態さ、じゃああと1年2年ってなったら、もういろんなところにそれ入ってくるさ、ね、やられるな。これは乗っ取られるぞ。もう恋する人 100% 出るよ。そっか、感情が乗ってるから。そう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 、異性の音声も多分音も、うん、この音入れて、この音に合わせて喋ってとかっていうのを、うん、サンプルの音源とかも入れれるさ、うん、そして秋のような声で自然に喋るようになってとかもできるわけでしょ、うん、怖いお気に入りの声優さんの声で喋ってもらって、うん、フィギュアにそれをはめて、うん、そのフィギュアにその感じで喋らせてやり取りするみたいなことも、うん、そんなもう難しくない距離まで来てるんじゃんって感じ。わー、すごい。これはちょっと進みすぎてて、やばいでしょ、ちょっと今意味がわからなくなってビビるよね。しかもこれ半年とか1年のこの変化だからさ、そうだね。ええ、じゃあもう次ちょっとバージョンアップしたらオムニーって名前は変えてほしいな。ちょっとダサいな。フォーオムニー。なんだオムニーって。ギリシャ文字かな。ギリシャ文字。あーベータとか、そう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 、あの O ね、あ O、 アルファベットの O に対応するギリシャ文字がオムニーじゃないかな。いやー、ちょっとだんだん怖くなってきたよこれ。もう全然ここまで来たら夢物語な感じもしないわけよ。今だったらこの電話とかもさ、うん、音声ガイダンスって明らかにロボット感があるさ、はいはい、それが流暢になるってことだよね、うん、そうそう、このあの最近 SNS もすぐ、うん、これ電話対応のサービス全部 AI に変わるねみたいな話になってて、もうだって分からないぐらいってことでしょ。そう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 、相手が AI でも分からん。そうそうそう、特にあの機械のさ、機能説明とかもさ、うん、そのなんかエアコン動かなくてさみたいな話をするときにも全部これが回答してくれる方が早いし、しかも回答したものを勝手に全部データ保存して要約して、どんな回答あったから、どんな質問あったから、どういう回答しましたよってデータ取ったりもできるじゃん。データ取って報告することもできる。そう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 、で100件ぐらいの要約とかも作ることできるから、これはそうですよ、人がいらなくなるぞ。やばいぞこれは。よかった、そうなってくると、うん、俺なんかはこのクリエイティブな職業なんで、うんうん、芸人は、はい、そこはまだ負けないと思ってるんだけど、体使うとか感情表現するとか、うん、そういうのは全然まだ影響受けないんだけど、うん、自分たちみたいに教えるとか、はいはいはい、調べるの手伝うとか、うん、特有の知識持っててそれを元にして喋ってるとかっていう人たちはどんどん侵食されるよ。やばい、ちょっと待って、今ヨヘイだよね。これ今オムニーじゃないよね。オムニーが喋ってないよね。これ。これでもうそのうちオムニーが喋ってましたが来る時代があるから。ヨヘイただ口パクパク動かしてるだけで後ろからオムニーが喋ってるみたいな。え、ありえると思うよ。そっかー。そのうち逆転するかもね。人間が窓口とか受付やってる時に分からないことはオムニーに聞くみたいな。あ、もう全然全然。オムニーにこれどういうことみたいな聞いたら、すぐ、あ、こういうことですって言ってそれをお客さんに伝えるみたいな。てかその時窓口いるかみたいな話よね。そうだよね、いらないよね。そうそうそう、そうなったらもうその人いらないよね。窓口オムニーでいいから。怖い、怖っ、怖っ、なるよ、怖い怖い。これが結局いろんなサービスに入れられるようになるわけ。
うん、今はチャット GPT の中でっていうチャットでのやり取りだけど、うん、これからいろんなサービスなどと連携していくことになるから、うんうん、いろんなところに思いがいる状態が、でももう遠くないもんね。遠くないと思うよ。遠くないよねこれね、うん、少なくともアキノリの娘さんたちが大人になるまでにはほぼ 100% じゃんって感じ、うんうん、そっか、はあ、いいように使われてほしい、いい良くなる方向に世の中が良くなる方向にだけ使われてほしいね。これはね本当にどんどんまた進化していくと思いますよ。オムニオムニ詐欺とか出てきそうだね。あるんじゃない。オムニオムニ詐欺やられましたみたいな、うん、そしたら AI に喋らされるから何件でもいけるようになるだろうからね、一気にどんどんすごいですね、はい。またこれからどんどん進化していくと思いますんで、はい、チャット GPT、定期的に、はい、月額が上がったんだよねこれね。いくらだったか、2000円か3000円か、前回聞いたら2000円だったんだよ。あ、そう、今3000円、いや多分同じぐらいだと思うんだけど、同じぐらい、そう、大体まあそのぐらいの金額か。あ、はい、皆さんもチェックしてみてください、はい。今回も陽平ありがとうございました。ありがとうございました。